はい、山寺です。今ですね、天王寺に来ております。天王寺の、坂戸家さんですね。皆さんがよく行ってますよね、この頃ね。坂戸家さん、立ち飲みの坂戸家さん、ちょっと行ってみたいと思いますわ。ここね、ちょっとね、パンドラの箱とかいうのをちょっと食べてみたいと思うんですよ。今からちょっと坂戸家さんに入ってみたいと思います。では、それでは坂戸家さんに入ります。はい、今ですね、坂戸家さんに来ております。まずね、ここはね、ちょうど一番ね、あの入って奥のね、角の曲がったとこっていうかね、カウンターですけども、ここは他のお客さんが映らないんでね、ちょうど一番いいとこですわ。YouTuber の方にとってはね、一番撮影しやすい席だと思います。まずはですね、ハイボールですね、各ハイボールをいただきたいと思います。皆さん、お疲れ様でございます。では、うまい。今日はね、まだ1軒目ですから、ちょっとまだね、まともです。まともですんでおかしいけども、はい、これから飲んでいきたいと思います。まずはですね、おかんのどて焼き290円、からいただきたいと思います。こちらですね、おいしそう、プルプル、いただきますね。これで、あの醤油味で煮込んでて、あのね、めちゃくちゃね、柔らかいですよ。ちょっと味噌も入ってるかもしれんけどね、なんか美味しい、濃いめの味付けでね、柔らかくてとろける、あの土手焼きですわ。うん、うまい。これ食べるとまたね、お酒が進むやつですよ。うん、でね、パンドラの箱999円、これを注文しておりますよ。これこそね、どういうのが来るかめちゃくちゃ楽しみです。まあまあね、あの最近はね、皆さん YouTube、 いろんなね、 YouTuber の方があの撮影されてるから、まあ分かってあると思いますけども、山寺の場合のパンドラの箱も見てみてください。はい、こちらのですね、ポテサラ、なんと80円ですよ。安いと思いません？80円。ちょっといただいてみますね。イギリスを離れたい大きな理由ではないかとなるんですが、よく見ると病院を後にする白人の夫妻の間にキュウリが入ったね、ポテトサラダで。キュウリのシャキシャキ感があって、うまいね。これがね、80円で食べれるってね、すごいですね。うん、ここもね、あの状況によってはせんべろができると思いますね。私は別にせんべろしませんけども、うん、
PR チームというのがあるんです。これがどうやらアメリカ、うまいです。次にね、土手焼きのこんにゃくです。こんにゃくもしっかりと味がついて、まあ、うん、もう出国せざるを得ないんじゃないかっていう同情の声も結構ちょっと違って、だから穴町に行って、人種差別、つまり肌の色、これが原因で、一体メーガン妃がどのような会社を今後でメディアに対処していくのかっていうところも、この非常に美味しいね、うん、中野さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。もうちょっとしたらハイボール巻きますよ、これ、うん、やっぱりね、1軒目ってなんか余裕ですね、うん、飲んでても、うん、なんか気持ちの余裕というか、まあ、気持ちの余裕っていうのはおかしいかもしれませんけども、うん、まだまだね、酔っ払ってない山寺なので、これ飲んでどれぐらいからこう変化していくのかなと、うん、これね、実は自分が後で撮影してるやつをね、編集するときに自分で自分見るんでね、あ、今は酔ってるなとか酔ってないなとかいうのは大体わかるんですけども、うん、今は酔ってませんよ、うん、まあ、今にこれちょっと飲み切りますわ。おかわりもらえたと思います。はい、2杯目のハイボールです。あ、ここのハイボールね、結構炭酸がね効いてて美味しいですわ。これ角ハイボールですけどね、やっぱハイボールっていうのは炭酸がこう効くのがいいですよね、うん、思いますわ、うん、あ、うまい。はい、能登牛の、A4 ランクのバラ肉ですね。一串220円です。これもめちゃくちゃ美味しそうですよ。これ脂がね、これたまらんわ。いただきますね。めっちゃ美味しい、これ、うん、この辺油の甘みと塩加減バッチリ。島根県出雲市の運輸会社で刃物のようなものを所持した男が立てこもっているということです。事務所内には油の甘みたまらませんわ。怪我なくの運は有名です。島根県出雲市、刃物を持った男が運輸会社に立てこもっています。怪我人の運は有名です。中にまだ従業員の方がいらっしゃるということですが、どのくらいの数の従業員が、笑いが出るぐらい美味しいですわ。最高、めっちゃうまい、うん、はい、これがですね、なんとパンドラの箱ですわ。999円、マグロと横アとハマチとイクラとスズキとかなんかね、いろいろおっしゃってましたけども、もうちょっとね、分かれへんので、とりあえず何からいただくかな。これからいただきますわ。これ最近ね、ちょっとわさびをつけて、いただきますね。めちゃめちゃ新鮮ですわ。うまい。うん。最高。次はですね、マグロかな。マグロのところをちょっと食べてみたいと思います。いや、これちょっと美味しいでしょうね。トロっぽい、トロっぽい。ほんまにトロですね、これ。あの、口の中でもうトロっと溶けてまいりました。もうないですよ。うん、で甘みだけ残ってますわ、お口の中に、うん、すごいね、心地のいい甘みだけが残ってます。うまいですね、これはいいですね。これパンドラの箱、かなり値打ちがあります、皆さん、うん、999円、いいんですかっていう感じですよ。これは最高です、うん、食べきられへんですよ、一人でね、量的には、うん、あ、最高です、はい、次ですね、カニを食べたいと思います。うまそう、いただきますね。サラちゃん、そんな被害者の一人、内戦の影響で彼女の家族食べ物が手に入れにくい状況が続いています。栄養不良に落ち、次ですね、これスズキやったかな、うん、ちょっといただきますよ。うまそう、
いただきます。あ、うん、まあ、うん、何食べても美味しいですね。なんか量がね半端ないですよ。まだまだありますよ、バンジャーの箱、うん、ほんまにすごいわ。あ、またこれもタラになってきましたね、うん、はい、今坂戸家さんで飲んできました。パンドラの箱はすごかったですわ、うん、もうあれね、パンドラの箱1個食べるだけでねお腹いっぱいになりましたわ、ほんまに、うん、でね、あのやっぱりね、刺身ね新鮮で美味しかったですわ。あとね、お肉も美味しかったです。串ね、串焼きもめちゃくちゃ美味しかったということです。もしよろしければ山寺の YouTube のチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それといつも、山寺の YouTube を見ていただいている視聴者の方々ありがとうございます。お疲れ様でした。